その犬にはある予感がありました。その日、結婚式を挙げた2人のことが特別輝いて見えたのです。犬は彼らを祝福し、自分の存在を伝えます。そして感じていた予感を現実へと変え、ついに幸せを手に入れたのです。その日、一匹の野良犬のそばを次々と着飾った人々が通り過ぎていきました。犬がいたのはブラジルの教会の入り口。この日は教会で結婚式が行われることになっていて、続々とゲストがやってきたのです。野良犬は決して邪魔することなく、ただ静かに入り口に横たわっていました。結婚式を挙げていたのは、新郎のダグラス・ロバートさんと新婦のタミレス・ムジニさん。実はタミレスさんが式場であるこの教会に到着した時、野良犬はすでにそこにいました。犬が大好きな新婦は嬉しくなります。野良犬もタミレスさんの優しい笑顔をじっと見ていました。そして結婚式が始まります。ダグラスさんとタミレスさんは神の祝福を受け、晴れて夫婦となりました。参列者の誰もが彼らをお祝いし、みんなが笑顔を浮かべています。その時、野良犬はダグラスさんとタミレスさんのはじける笑顔に引きつけられました。彼らには幸せが約束されている。そう感じたのでしょう。教会から外へと出てくる2人。犬は彼らに祝福を伝えずにはいられません。2人のもとへと駆け寄り、精一杯おめでとうの気持ちを伝えました。新郎新婦は驚きましたが、犬の気持ちが嬉しくてたまりません。2人の顔にはこの日一番の素敵な笑顔が現れました。ダグラスさんとタミレスさんの人柄が現れた輝く笑顔、それを見た瞬間、野良犬は自分の予感が間違いないことを確信します。この2人と一緒ならきっと幸せになれる。最初からそう感じていたのです。犬は一生懸命自分の気持ちを伝えます。お願い、連れて行って。新郎新婦にそう語りかけたのです。ダグラスさんとタミレスさんはそんな野良犬の気持ちに応えました。何よりも彼ら自身、この犬のことが大好きになってしまったのです。幸せいっぱいの挙式当日に偶然出会った一匹の犬。その犬とこれから一緒に暮らしていくことを決めたのです。後で分かったことですが、この時犬は前足を骨折していました。動物病院では他にも怪我の跡がいくつも見つかり、虐待されていたのではないかという話も出ます。辛い目にあったにもかかわらず、新郎新婦に駆け寄ってくれた人懐っこい犬。もしかしたらこれまで辛かったからこそ幸せを嗅ぎつける能力が強くなっていたのかもしれません。幸せになりたいという気持ちが犬を2人のもとへと走らせたのです。こうして2人と1匹の新しい生活がスタートしました。今犬はとても穏やかにゆったりと過ごすことができています。それは犬の望んでいた幸せな暮らし。すぐそばには夫婦となった2人が優しい微笑みを浮かべています。それぞれがこの出会いに喜びを感じているのです。これからはずっと幸せな毎日が続いていくことでしょう。神様に祝福されたのは新郎新婦だけでなく、家族となったこの犬もだったに違いありません。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。